ハドリーリル隕石はこのミッションで採集されたサンプルの中から発見された。写真に映る大きな岩は隕石ではない。ハドリーリル隕石は月面上の北緯26度26分0秒、統計3度39分20秒の地点で1971年の アポロ15号の活動中に発見された隕石である。地球以外の太陽系の天体で発見された二つ目の隕石となった。一つ目は1969年に発見されたベンチクレーター隕石である。15,602の土壌サンプルのうち、ハドリー港付近で採取された29のサンプルに1から2ミリメートルの大きさの物体が発見された。ハドリーリル隕石は 約3ラムで、眼下奇跡、カマサイト、ニニンジャライト、二酸化ケイ素、シュライバーサイト、トロイリコウ、総長石、ダウブディール石を含む。国際遠赤学会によって、エンスタタイトコンドライトに分類された。北緯26度26分00秒統計03度39分20秒。北緯26.43333度統計3.65556度。 26.433333.65556ありがとうございます。